僕のメジャースプームは辻村瑞希による日本の小説、講談社ノベルスより刊行された。2007年には第60回日本推理作家協会賞長編及び連作短編部門にノミネートされた。僕はお母さんの家系から受け継いだある特別な能力を持っていた。A をしなければならない。そうしなければ B になってしまう特別な声を使っていうことで相手に、 A と B を選ばせ強制的に縛る条件ゲーム提示能力である。僕のお母さんはこの能力を意味嫌っており、一度無意識ながらも能力を使ってしまった時には、お母さんに厳しい口調で能力を忘れるように言いつけられ、また僕も時が経つうちにその能力の存在を忘れていった。時が経ち、小学4年生になった僕が通っている学校で飼われていたウサギたちが、 市川裕太という大学生の手によって、ほとんどが命を落としてしまう事件が起きる。うさぎを誰よりも可愛がっていた、僕の幼馴染みの、ふみちゃんは、現場でハサミで切り刻まれたうさぎたちの姿を見てしまい、それから心を固く閉ざしてしまう。市川裕太に復讐するため、ふみちゃんの心を取り戻すため、僕は、能力を使って戦うことを決意する。僕のお母さんの叔父にあたる、 DE 大学教育学部児童心理学科教授、秋山和樹に能力の正しい使い方を教わりながら、僕の復讐劇が始まる。本作は各章のタイトルを〇〇のの形式で名付け、次の章では、前の章のの部分のここを受け継ぎ、の、その次は、のという法則でタイトルを付けるというスタイルをとっている。このルールに従って第一章のメガネのふみちゃんから、 第十一章の中身の秘密まで続く。ありがとうございます。